はいどうも、福袋大好き沼田武史です。2022年さあ本番12月上旬福袋情報。はい、ということで今12月3日なんですが、現時点でね、分かっている福袋情報です。はい、まずはねヨドバシカメラですね。12月の5日まで、今日3日なんであと2日しかないんですけれども、抽選販売があります。はい、まあね、福袋といえばヨドバシカメラっていうぐらいね、結構やっぱ人気があって、まあ、抽選倍率も高い、福袋なんですが、まあね、ダメ元でね、一応ね、申し込んでみるっていうのはあるかもしれません。中にはね、ちょっとね、微妙な福袋もあるんですが、まあカメラとかはね、結構当たりが多いと言われていてね、結構倍率も高かったりしますね。なんでビデオカメラこんなに倍率高いのかちょっとわかんないですけどね。1月1日ももしかしたらちょろっと売ってるかもしれないので、まあね、その辺もね、念頭に置きつつ、抽選予約してみるといいと思います。はい、続いてね、ミスドの福袋、情報解禁されましたね。今回はポケモンということで、5000円出てきましたね、福袋。5000円消費しきれるかなっていうね、感じなんですけども。まあ、クッションとか魅力ですけどもね。もうね、ツイッター見ると店舗で予約したっていう人もいるみたいなんですけれども、もう予約できるんですかね。はい、続いてモスバーガーです。モスバーガーはリラックマということで、今回もね、3000円のね、500円綴りの3000円券があるので、まあ、損はしないっていう感じですかね。事前予約はネットって感じなんですけども。はい、ということで、まあ、1日過ぎて残ってればね、店舗でもね、普通に買えるかもしれませんね。続いてタリーズです。タリーズはもう12月3日からもう店舗予約は始まってますね。1枚の福袋結構人気なので、なくなっちゃう、可能性があるんですが、今回ね、チケットがね、1万円のがね、15枚なんですよね。昨年20枚だったんですけどね。だからもしかしたらそれでちょっと人気ないかなとかって思ったりもするんですけれども、どうなんでしょうね。はい、そしてねエクセルシオールカフェですね。今回紀ノ国屋でねちょっと可愛いんですよね。これは欲しいですね。このバッグ欲しいな、紀ノ国屋のね。はい、続いて成城石井です。成城石井なんですが、まあ14日までに、ネットでね予約すると 5% オフになるんです。はい、ただね、まあ、毎年ね、僕、成城石井はちょっと悩んで買わないことが多いというか、今まで買ったことないんですけど、あんまり得感がないんですよね。お得感がないんで、まあでも 5% オフで買えるんだったら、まあちょっとありかなって感じなんですけども、そんなにお得感がないので、まあ、買うんだったら14日までに買えばいいとは思うんですけれども、どうなんでしょう。はい、そしてね、本命カルディなんですが、12月7日火曜日までなので、本当に狙ってる方はぜひ。はい、ということでね、以上です。今回はね、待ってましたっていう福袋が多かったですね。まだまだ出てくる可能性があったら、また、動画にするかもしれません。またコメント欄でもね、一応ね、最新情報を書いたりするので、よければ、何度も見ていただけると幸いです。ありがとうございました。